級10回戦を行います。赤コーナー日本フライ級9位116パウンド4分の1岐阜横関ジム所属小林洋介、まだ19歳、日本フライ級9位小林洋介です。青コーナーフィリピンライトフライ級4位116パウンド2分の1フィリピンロイ・タラソナ、キャリア5年、7回目の来日、フィリピンライトフライ級4位ロイ・タラソナ、今コールを受けました。普段は住宅の基礎工事の仕事、アルバイトでやっています。努力家の小林洋介、まだ19歳、若武者です。さあ詰めてきた、左で詰めて右、左で詰めて右、左が今日はよく出ています。左をいかに落ち着いて出すかが課題というのは岐阜横関の横で、ここで右フックライン、2ラウンドでラウンドを奪いました。小林洋介2ラウンド3ラウンドラウンを奪って、第4ラウンドはどういうパンチを見せてくれるんでありましょうか。左のアッパーから右、また左、さあ爪にかかるか、背中アンダー、左左でラウンを取りました。今度は左でラウンを取った、3回目のラウンを奪いました。第4ラウンド小林洋介、さあ立てるか、ロイタラソナ、左の軽いパンチでうなぎだと膝が曲がってしまいました、ロイタラソナ。さあ第4ラウンドフィニッシュ、仕上げにかかる小林洋介、これがプロ13戦目 KO 率 64%、 期待のホープ、左右、さあまた、さあついた、またついた、ひざついた、またダウン、このラウンド2度のダウン、4回目のダウン、4回目のダウン、どうだ、まだ耐えるのか、ロイタラソナ、まだ頑張るか、まだ頑張るか、4回のダウンを期して、まだ立ち上がったタラソナ、根性があります。タラソナはこれが26戦目ワンチャンでもアウト、最後は試合終了、5回のダウンを奪いました小林洋介、完勝。ただいまの KO タイムをお知らせいたします。4ラウンド1分59秒4ラウンド1分59秒、小林洋介選手の2ラウンド1回、3ラウンド1回、3回のダウンを奪いました、ノックアウト勝ち。まあこれから会長の言うこと聞いて練習重ねていって、まあチャンピオンになれれば嬉しいです。